家康の野心は明白。やつはありとあらゆる手を使い、秀吉様が作り上げた治世を覆さんとしている。義は我らにあり。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。久瀬川の戦いで西軍は勝利。島津の雄と左近の策が見事はまった形となった。勢いに乗った西軍は意気揚々と関ヶ原に布陣。東軍も久瀬川の敗戦から体勢を立て直し、決戦に臨んだ。秀吉の死後、天下の実権を握るのは誰か。決着の時が来る。そして島津豊久と井伊直政、若き二人の戦いにも決着の時が来た。好敵手の勝、関ヶ原の戦い。勝つ見込みがあってこその博打。三成が総大将では見込みすらない。ただ狸に有り金巻き上げられて終わりよ。島津は動かぬが得策。そのつもりでおれ。叔父上、俺だけでもいい。どうか前線で戦わせてください。決戦で島津が戦わぬとあれば、島津の名に傷がつく。俺だけであれば被害も少ないでしょう。それにあいつが待ってるんです。俺、あいつと戦い、あいつを超えたいんだ。勝手にしろ、豊久。だが出るからには一つ心得ておけ。勝て。博打にも家康にも好敵手にもな。はい。いらっしゃいませ。珍しい、毎度ありがとうございます。
橘。おう、任せとけ橘。ちょお嬢、また意外な場所で会うたのだ。立花は博打を打たず、手堅く家康団地につくと思うていたが、豊臣に恩があるゆえ三成についたまで。立花は受けた恩を忘れぬ。無論受けた屈辱も。怖い怖い。この首、東軍に取られるや西軍に取られるや。安心しろ、立花は味方の背中を切る真似はしない。だが死ぬ気で戦え島津。戦を放棄した戦屋に価値はない。その時は容赦なく屈辱を晴らすぞ。お嬢、それは激励か。関ヶ原に季節外れの雪が降りそうだ。ちょうどいい。勝利の宴は温かいタヌキ鍋と行こう。勝利し、豊臣の世を守り抜く。敵の戦法を迎え撃て、押し負けるな。ついにこの時が来た。今は最善となるのだ。お前が石田三成が死ん、柴田君これにあり。上がれ上がれ。倉田隊、鉄砲隊、共に前進せよ。狙う敵本陣への障壁、芝左近。ダイジェスト彼らの野心作戦だったと言われる。こいつは土の下へ。おじゅう、配られた札が悪くても、この博打、島津の力で勝ちましょう。ガキ、無用になった。この勢いで関ヶ原中央を抑える。ダイジェスト。やられちまいました。殿、少し引かせてください。解剖。まずい、左近がいなくちゃ本陣が丸裸だ。小林
それとは秀明はやはり動かぬか。監視していた方が良さそうだ。始末の鉄砲隊が邪魔よ。中央に兵を送り排除せよ。中央は譲れない。鉄砲隊と共に東軍を押し返す。私のためにありがとう。まだまだ行けるとこまで行ってやる。子犬死ぬなよ。分かっている。任せよ任せよ。俺が死んだら立花が悲しむもんな。貴様の遠吠えが聞けるのは寂しいからな。だから絶対に死ぬなよ。ダイジェスト敵将を撃ち取ったり。止めてやろう。貴様にしては上出来だ。やるな。我らも続け。左近には世話になった。やつ不在の穴は埋めてやられた。左近を引き北の敵戦線は手薄になった。一気に本陣に迫る。決着をつける。敵は北より我が本陣を狙っている。全軍北に展開せよ。よし、北の敵を打ち破って逆に東軍本陣に乗り込んでやる。鬼島津の軍勢は逃げろ。見たか、これが島津の力だ。行くぞ。狙いは三成の首ただ一つ。これまでだ。
敵だが見事な再現だ。高虎、秀明、義継のいた陣から北へ攻めよ。三成の至急、必ず上げてみせます。開門。敵の活躍を見守るのも愛とも。その高虎の相手をしようか。任せよ。さて、大博打を打ちますか。今さこ、家康公の道主頂戴に推薦。開門。いつの間に。誰か左近を止めよ。殿、安心あれ。左近の相手は忠勝が務めまする。この戦果も叔父上が動いたからこそだ。やはり島津には叔父上が必要。俺も前線に出る。敵は西軍奮戦の要、始末。開門。来るか、直政。任せよ。待たせた。徳川のため、お前を撃つ。待っていたぞ。お前を倒し、お前を超える。ダイジェスト。聞かせてもらおう。今、始末と左近を分断できれば十分だ。まだ余裕があるな。次こそ必死にさせてみせる。家康に過ぎたる者はやっぱ強い。殿、お役に立てぞ。すみません。左近、まさか。左近、左近の火を絶やせるのは決して。死なず全軍、今より敵本陣をかすめ撤退する。まず敵中突破を図るつもりか。全軍迎撃せよ。殿はどうかを引き上げ、三成や島津の拙者たちが片付けますゆえ。ダイジェスト。勝利条件変更。再起を図る。分かった。高校団に散っていった者らのためにも。敗北条件変更。待てよ、頭でかけ。逃げんじゃねの本領か。強者に貨幣で挑むはかえって礼を欠くもの。開門。おじいさんに来ていれば島津は勝てる。そのために俺ができる最善のこととは。義継は三成のために散った。おじいのためなら。よせ、俺と三成の喧嘩の邪魔すんな。やった。
ぜ敵中突破なんて危ない橋を。まさか島津の武威を見せつけるために。島津を思わせて徳川に思わせることで島津を生き残らせようとしているのか。本陣の道が開いておる。高く歌う島津の武名はさらに高まる。立花は上昇ゆえに立花である。ダイジェスト天下無双の鬼に。戦力を見誤ったか。やった絶勝撃破。天下に示すべく吉川が引いた砦から戦場を抜けるぞ。はい、でも気をつけてください。きっとあいつはまた俺たちの前に現れます。これこれ、お前は強く鋭い好敵士よ。お前にふさわしい。命がけで戦わないと倒せない男なんだ。この程度の傷、なんでもない。俺は太平のため最善を尽くす。よし、叔父上はこれで逃げ切れる。ここは絶対に譲れない。俺もだ。ここは絶対に押し通る。なん？鬼島津、俺の好敵手だ。